なんだお前ら知らなかったのか、水泳の授業あるって。だって去年は違っただろう。授業は選択だけど、男子は最終日に全員参加。今年からそうなったの。聞いてない。嘘じゃねえよ、ちゃんとプリント配布されたろ。欠席はよっぽどの理由がない限り不可。骨折、骨折は謝るな宮村君。ダメに決まってるだろ。不公平だ、なぜ男子だけ。だろ、先生もそう思う。事情が違うわ。いつも思うけど、安田先生よく教師になれたね。頭いいからな、女子高生好きだし。早く捕まれよ。おい、英語プリントの提出期限伸ばしてやった俺に対してそれはないだろう。先生大好き、おまわりさん、この人です。俺、お前に何かした？まあさあ、いいじゃん、2、30分我慢してプール入れば。服のままでいいですか？俺も服のままがいいです。揃って溺れに行く気か？だってねえ、水着になったら入れ墨バレる。そうだそうだ。ガリガリとかガリガリチキンってあだ名つけられるのが目に浮かぶ。